품바퀴 가족구 미나 사마 곤니치와 품바퀴 데스. 품바퀴 채널은 한국인, 저는 한국인입니다. 한국인과 한국 코스메를 세분 분석시 세분 요크 효과는 ある 한국 코스메를 전달하는 채널입니다. まだ小さい効果を 感じれる スキンケア ラインと 한국 컬러 코스메も 전달해ています. スキンケアは 口コミでは ありません. コスメは 成分です. もう 口コミで 失敗する スキンケアは やめて 成分を見て 選びましょう. ふんばき家族、皆様、こんばんは、ふんばきです。今日の特集はアノアです。アノアは、ビーガンコスメを作る会社です。アノアの素晴らしいところは、ドクダミなど、有機栽培原料を扱うパートナーと契約を結び、良い品質の化粧品原料を使うところです。 誰かが使って有名になった、1位になったより、一番大事なのは、どんな原料を使うかが大事です。これからは、良い原料を使う会社として、光ってもらいたいです。見えます通りに、今日はアノアからたくさんの商品をいただきましたが、その中でも、ふんばきが自分で使って愛用している、白樺樹液70の スキンケアラインを集中的に伝えます。トーナー、セラム、クリームすべてに白樺樹液が70%配合されてます。白樺樹液にはミネラル成分とアミノ酸、有機酸などが豊富に含まれて、肌弾力にも保湿にもとても良いです。 抗酸化作用にも優れてますので、老化防止につながります。また、白樺樹液はヒットの体液成分と類似してますので、水分をお肌により早く深く浸透させ、肌に付着している水分と栄養をまんべんなく呼吸してくれます。他にも、肌の美白と肌トラブルを素早く落ち着かせる効果があり、夏場の 日差しで焼けた肌に白樺樹液を塗っておくと肌を落ち着かせることができます。またアトピーや皮膚疾患にも効果を発揮するのが白樺樹液です。では白樺樹液70のトーナーセラムクリームの紹介です。まずトーナーから紹介します。商品名はアノアバッチモイスチャーブスティングトーナーです。 白樺樹液が70%で、他に多く配合されている成分は、肌保湿に良い天然保湿因子成分ベタイン、カサカサになった肌を滑らかにしてくれるアラントイン、肌の温度を下げてくれるキュウリエキス、成分後ろに高分子、中分子、低分子ヒアルロン酸を配合して、成分構成がとっても良いです。では、使用感です。少し、 とろみのある液体が入って、ひんやりと冷感を感じます。とろみがあるから、べたつくかなと思うかもしれないですが、塗ってはすっと吸収されて、べたつきのないトーナーです。トーナーといっても、日本では化粧水です。香りはないです。 次に紹介するのは白樺樹液70セラムです。商品名はアノアバッチモイスチャーブスティングセラムです。セラムは日本でいう美容液のことです。 白樺樹液が70%配合されて、他に配合されている成分は、カサカサになった肌を滑らかにしてくれるアラントイン。肌浸透力の良い保湿成分ベタイン、誤嚥相作用、抗ウイルス作用に優れて、肌荒れ防止に良い、グリチルニチル酸2K、角質層保湿に良いヒアルロン酸も成分後ろに、高分子、中分子、低分子と配合してますので、 よく考えて作ったセラムです。では、使用感です。粘土の低い液体が入って、塗りますと、化粧水を塗るような感じです。べたつきは一切ないです。顔に塗りますと、肌が本当にしっとりします。香りは、ほのかに爽やかな香りがします。ふんばき一押し商品です。 次に紹介するのは白樺樹液70クリームです。
肌の pH に合わせた着酸性クリームです。白樺樹液以外にもスコアランが交配後です。クリームにスコアランを交配後したのはとっても良かったです。スコアランは角質感脂質と似てますので、保湿によく、さっきに塗った化粧水、美容液の水分が蒸発しないように防止してくれます。他にも先ほど伝えましたアラントイン、ベタイン、キュウリ果実エキスが配合されて、角質層保護と傷んだ肌を滑らかにしてくれます。では使用感です。クリームはこういう感じに入ってのせますと、ヒアロン酸を高分子、中分子、低分子と配合してますので、ひんやりと冷感を感じます。塗っては吸収されてベタつきのないクリームです。次に紹介する商品はアノアバッチモイスチャーブスティングパッドです。主なる成分をまとめますと、白樺樹液が配合されて肌の熱を下げてくれるエキス、肌に良い成分で構成されてます。昔からプンバキ家族に肌をこすることはシミ乾パになる原因となりますので、肌をこすることはおすすめしてないです。その考えは今でも全く一緒です。代わりにこのパッドを私が使う方法を伝えます。お風呂上がり、導入液を塗った後、このパッドを肌に置いておくと、肌の熱が下がってシートマスクをしたように肌が水分たっぷりになりますので、お風呂上がりに使うととっても良いです。ぜひ参考にしてください。こういう風に顔に置いておくと肌がもっちりしっとりになります。まとめますと、パッド、トーナー、セラム、クリーム4つとも配合してる成分はほぼ一緒です。好きなタイプで選ぶと良いです。私は4つとも使って一番良かったのはセラムでしたので、参考にしてください。次に紹介する商品はニキビ肌におすすめする洗顔料で、アノアハットリーフアクネフェイシャルクレンジャーです。洗浄剤として使ってるのはココナッツ由来の着酸性陰イオン界面活性剤のココイルイセチオン酸 NA、 陰イオン界面活性剤ココイルメチルタウリン NA、 陰イオン界面活性剤ヤシ脂肪酸 K、 非イオン界面活性剤ヤシ油アルキルグルコシドを使って優しい洗浄成分で洗浄力も良いです。それに角質を溶かしてニキビ菌を抑制するサリチル酸バハ成分と角質ケアができるクエン酸が配合されてますので、ニキビ肌に適した着酸性クレンジングフォームです。まだ洗顔後肌が突っ張らないように成分真ん中にオレンジ油、マンダリンオレンジ油などを使ってますので、いろんな面を考えて作ったクレンジングフォームです。ニキビ肌の方におすすめします。では使用感です。泡を立てますとふんわりと柔らかい泡がたくさんできて、ふんわりと濃密な泡がたくさんできます。洗い流した後は油分も配合してますので、肌が突っ張らなくしっとりします。次に紹介する商品はシトマスクです。シトマスクすべて EWG グリーンド級成分を使用してます。一枚一枚成分を見たところ、一番おすすめする商品はアノアハットリーフ77スージングシトマスクと、アノアクリンタンジェリンビターダックスポットマスク2枚です。ドクダミ77スージングシトマスクは敏感になった肌を落ち着かせてくれる。ドクダミはもちろんのこと、ツボクサエキス、カミチレ花エキスも配合してます。それに天然保湿因子成分アルギリンも高配合です。他にも角質層脂質成分セラミド MP、 角質層を滑らかにしてくれるアラントインも配合してます。敏感になった肌を落ち着かせて保湿もできるシトマスクです。では使用感です。シートはワッタゲルビーガンシートで、肌にのせますとピタッと張り付くシートです。
発展15分後は肌が滑らかになって肌が本当にしっとりするシートマスクです。香りはないです。次に紹介する商品はアヌアクリーンタンジェリンビターダックスポットマスクです。主なる成分は保湿成分とナイアシンアミド 2% です。ナイアシンアミド 2% のシートマスクはなかなかないです。ナイアシンアミドはメラニン色素がメラノサイドから移動して肌表面に上がってくるのを防止して色素沈着を抑制してくれます。まだシワ改善にも良いです。それに美白成分トラネギサム酸も配合してます。トラネギサム酸は色素沈着抑制作用とプラスタグラジンおよびプラスミ生成抑制による色素沈着抑制作用をします。わかりやすく説明しますと、プラスミンはビタミン不足、疲労、ストレスまだは外部の刺激、紫外線、洗浄剤、乾燥などで炎症誘発物質で炎症を起こしてシミを作らす物質です。そのプラスミン生成を抑制することで色素沈着を抑制してくれるのがトラネギサム酸です。ナイアシアミドとトラネギサム酸を一緒に入れてる面でこのシートマスクをおすすめします。では使用感です。ジェル化された液体が入ってのせますとひんやりと冷感を感じます。3枚使ってみたのですが、15分後はインナードライが解消されて本当に肌がしっとりになります。シートも肌にピタッと密着します。ここまでが商品紹介です。今日はアヌア特集でフンバキ一押しの商品を7種紹介しましたので、アヌア商品を購入する際、ぜひ参考にしてください。購入先、アヌア公式サイトは概要欄にリンクを貼ってます。では、この動画が参考になった方、少しでも良いなぁと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では、次の動画で会いましょう。